はい、こんばんは。速稼塾の久保です。5月19日の19時19分の相場解説で、ございます。今日はですね、107円の345でエントリーして、まあ15ピップスほどね取れましたということをお話したと思いますけども、まあリトライがあるわけですよね。まあ上昇に向かうっていう方で、あれほどしつこく言ってましたから、3本のアリゲーターラインがねこう広がってるわけですよ。もう一回お見せしましょうか。これですね、アリゲーターライン上に広がっていて、そのまま107円108円方面に上がっていくんだと、倍の方に行くんだということを申し上げましたけども、当然ですけどもう一回ですね、107円の345でエントリーして、そこから上昇を狙えていくわけですよね。で、現在の価格がご覧のように107円の578ということで、まあ20ピップス取りたいよっていうのがもう今余裕で超えてるわけなんですよ。まあこういうふうにしてですね、やっぱりこう上昇に向かうということで、ここにゾーンを引いてますよね。ここに黄色いやつ、これをねやっぱり使い倒していくってことだと思うんですよ。もうこのね波動は上昇に向かうしかないやつですから。で、デイリーを見てみましょうか。これがデイリーなんですけども、横ばいからちょっと上の方に向かってますよね。陽線が見えると思います。で、4時間の方を見てみると、もうこれはですね、この3つの黄色いところがありますけども、一番大きな黄色があるじゃないですか、ここに向かってるんですよ。まあ、ですんで、ここまではちょっとね、倍で倍でどんどん取っていかないとダメですよ、ここまでは。ね、価格で言うと107円の672っていうところですけども、赤いライン引いてますよね。まあ、これが伏線になってるわけですよ。まあ、ですんで、これからあと10ピップスほど上の方に上がっていくっていうことで、まあ、エントリーし直そうかなと思います。これですね、もう一回画面戻しますけども、107円の345で、まあ、1回入って、15ピップスほど取りましたけども、そこから下がってね、もう一回107円の345を破ったわけですから、これもう一回入んないとダメですよ。で、そうすることで107円の578、現在価格、19時の21分の価格ですけども、ここに追いつけるわけですよね。今107円の578になってますね。まあいかがでしょうかというところでございます。追加放送でした。それではお役立てください。